こんばんは。最初です。演奏者を紹介します。新日本フィルワールドドリームオーケストラ、立友会合唱団の皆さん、から東京少年少女合唱隊の皆さんです。それから今回、公募で参加してくださった人たちです。コーラスの皆さん、これから、崖の上のポニョ演奏します。これには、歌を中心に、それとオーケストラと一緒になっていく曲を、用意しました。ゲストの皆さんです。
こに捨てたのか、愛はいつ忘れたのか、涙はもう出なくなった。疲れ果てたこの星で切なに生きる人々、希望なんて忘れたよ。街にあふれ導くこともない、私はどこへ帰ればいい。誰かを傷つけるなら誰にも会わずにいたい、だから一人遠くへ。街にあふれ導くこともない、私はどこへ帰ればいい。サンゴは女と違い、美しいのに儚い、だから守りなくなるのさ。全てを包んだ海は全てを許す母親、だから一人海に帰る。Thank you.
の子と跳ねると心も踊るよ。パクパクチキン、パクパクチキン、あの子が大好き。Thank you.
財さんに会ったのはね、1983年のナウシカの準備の時に、音楽の打ち合わせで初めて阿佐ヶ谷のスタジオで、小さなスタジオなもんですから準備室がね、潰れたバーの一室を借りてそこでやってたんです。今と違ってスケジュールが3分の1ぐらいしかなかったんじゃないかな。こう6月に準備に入って、もう翌年の3月には公開しなきゃいけないっていうスケジュールでしたから、もうこっちは追い詰められて、もう死に物狂いになってる時に久井さんが来て、随分明るくてね、こう目がキラキラしててね、はあ、面白そうですねって言ってくれたんですよ。それで久井さんがその後ピアノスケッチを送ってきてくれたら、それがナウシカのいろんなところに使われてる音楽なんだけど、とっても良くて、いや何度もね、こう机の横にその頃はテープでしたけど、テープで繰り返し繰り返し聴きながら仕事した記憶があります。もうそれからもう25年経って、久石さんとも全部で9本作品をやったわけですけど、まあ随分いろんな幸運に助けられて仕事をやってきたけど、久石さんに会ったのもその幸運のうちの一つだなというふうに本当に思ってます。これ以上幸運を望むのはいけないですね。久井さん、頑張ってくださいね、長生きして。Thank you.
ここでもう一人ゲストを紹介します。友達です。平原綾香。静かな声に
ちは元気、歩くの大好き、どんどん行こう、坂道トンネル草っぱら、一本橋に凸凹砂利道、雲の巣くぐって好き、どんどん行こう。
に